はいどうも、資産10億狙う投資家藤丸です。今日も仮想通貨ビットコインとリップルの相場分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨のチャート分析や株の個別銘柄の分析などを毎日配信しておりますので、投資に興味がある人とかお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、仮想通貨ですけども、だんだんとね、少し値、ね、動きが小さくなりつつ、もうちょっとじわじわっと上がってきているような場面に見えます。今日はビットコインからいきたいと思います。ビットコイン、まず日足の環境認識ですね。日足ではじわじわと、こんな感じですね。じわじわと価格は上がっている状態で、この間の土日の、ね、急伸とそして急落に、まあ、ほぼ半分ぐらいまで戻してきたという状況になっておりまして、今日は1回下落して下ヒゲつけてからの今一応陽線ということになっています。なのでまだまあ状態としては一旦まあ上目線ではいいんですけども、やっぱりまあこれだけ上がってきていて、で日足の RSI も今71とかなんで、ちょっと買われすぎのラインには来てるので、やっぱり上げても1回調整入ってくるっていうリスクはしっかり認識した方がいいかなと思います。はい、で1時間足見てみます。で1時間足見てみると、結構過去のねレジスタンスライン、そしてサポートラインっていうのが結構意識されてるんだなと思っています。はい、こんな感じですね。ここが、日曜日の、急落ですね。でその後ずっとこの上昇トレンドラインにサポートされていて、ここを割ってきていないと、落ちてもここで跳ね返される。で昨日結構上がってきた。で昨日のお話で私がこういうダブルトップ組んできたら上がってくるよって話したんですけど、まあ、それ聞いててその通りエントリーした人はここからここまでのロングは取れたんじゃないかなと思います。ただ、日曜日に下落する前、土曜日のこの上昇のこのレジスタンスラインのところですね、125万円ぐらいのところ、1万1900ドルぐらいのところがやっぱりレジスタンスラインになって一旦落ち戻されてきたけど、まあ、ここの箱の中で推移してるって感じです。だからこの125万円を超えるかどうかっていうのが、まあビットコインはポイントになっています。はい、でもまあFX やる方はまあここを超えてきたら、押し目作った段階でロング入って、でこの直近高値まで狙うとかね、129万円ぐらいまで狙うっていうのも、いいかもしれないです。もしかしたらまあ直近高値超えてくる可能性もあるので、ここ上がってきたらまあロング入ってもいいかなと思います。で心配なのは、やっぱりここの今日サポートされているここのダブルトップのこのネックラインのところですね。金額でいくと122万円ぐらいなので、1万1700ドルぐらいのところ1万1700ドルぐらいのところサポートされているのを割ってきたら、今度またここのアセンディングトライアングルの中に戻ってきてしまうので、戻ってきたらまず下落かもしれないというまあ警鐘1ですよね。で下落かもしれない警鐘2はここのトレンドラインを割ってきてしまったこと。そうするとサポートされなくなるので、まあ、この辺で一気に上げてるのであんまりサポートラインがないので、ここら辺まで一気に落ちてくるかもしれないですね。ここ110万円のところ、1万500ドルのところで、ここは、絶対に守らなきゃいけないラインだと思います。上昇トレンドを継続するのであれば守らなきゃいけないライン、ここですね。110万円のところ、1万500ドルのところっていうのは何回もレジスタンス、ごめんなさい、何回もレジスタンスされているので、今度はサポートとして機能していかないと、ここ割ってきたらもう下落トレンド確定ってことになりますね。ここからコロナショックの底からこの間つけて129万円までの上昇トレンドはまあ一旦終わったということですね。ここから最高値が142日だったので、だいたいね、10で10かけて上昇してきたら5で下がるみたいなね、下落の勢いの方が早いですよ。だから半分ぐらいの期間で下落トレンド作ってくるってことは10月ぐらいまで下落トレンドという可能性が高いです。はい、なのでビットコインは、そんな感じですね。はい、まあ、さっきも言った通りですけども1時間足戻ったら、今まあ結構上がってきて、ここの125万円のところを超えそうな感じには見えるんですけど、超えたらまあロング入ってもいいかなって感じ。逆に下がってきたらここの122万円のところ、1万1700ドルのところで、押し目のロング入って、ここ割ってきたら損切りって感じでいいかもしれないですね。
でここ割ってきたら、今度はこのサポートラインになるんで、このサポートライン上で、ロング入って、でここ割ったら損切りみたいなね、なるべく損切り浅めにしてロング入るっていうのもいいんじゃないかなと思います。で現物の方は、まあ、ちょっと難しいところですけども、まあ、直近高値超えてきたら、今度も、ここも129万円で、まあ、おおよそ130万円なんで、ここ超えてくるってことはもう多分次150万円ってところがレジスタンスラインなんですよ。だから現物を130万円で買って150万円までの20万円幅を、利益取るっていうのでもいいかもしれないですね。まあ、ただどっちかっていうと、まあ私自身も今現物ほとんど持ってないので、調整来てからのまあ買いがいいと思います。だから110万円ぐらいのところで落ちてきてサポートされるかもしれないので、まあ111万円とか112万円ぐらいで現物拾うっていうのがいいかなと思ってます。はい、ビットコインについてはそんな感じですね。でリップル先生はちょっと違う値動きをしてますね。これ1時間足になりますけども、こんな感じで三角持ち合いを形成しているように見えるんですよね。こんな感じです。こんな感じですね。ただビットコインと違うところは、ビットコインだと三角持ち合いの上ぐらいまでちょっと上がってきてるのが、リップルさんはちょっと買いが弱くてこの辺でレジスタンスされてると。だからこの三角持ち合いの中にちっちゃな三角持ち合いがある感じで、今ここを抜けてくるかどうかっていうところがまあポイントになってきてる感じですね。そうなんですけども、ちょっと買いが弱いっていうのが逆に私買いだなと思ったので、実はここの三角持ち合いをサポートされてるのをさっき確認したところで、31.7 円ぐらいのところで買いました。 31.7 円のところ買って、この辺の三角持ち合いの上ぐらいまで 33.2 円ぐらいのところまで、ちょっと利益を取りたいかなと思ってます。ただちょっとそれはね、どっちかというとまあFX 的なやり方になるので、現物価値法税の方は、まあ、あまり真似しない方がいいかなと思います。現物価値法税の方は、やっぱりもうちょっと20円台まで落ちてくるまで待った方がいいと思います。一つはこの辺の、1回問題価格帯ですね、28円ぐらいのところっていうのは、サポートされやすいのでここで1個買うとか、あともう一つは、やっぱり24円から26円ぐらいのところ、ここは、ここもこういうふうに揉み合ったところにもなりますし、日足に切り替えましたけども、こんな感じですね。ここが2年間続いた平行チャンネルです。でここ上抜けてきて今かなり急に伸びてきた感じになりますね。でフィボナッチリトレースメントをここの上昇が始まったところから、34円まで引くとちょうど 0.5 半値戻しぐらいのところが今25円とかなんですね。26円で 0.618 が24円ぐらいのところだから、ここの辺の価格帯っていうのはやっぱり意識されやすいし、この平行チャンネルのにタッチするラインになるので、この辺まで落ちてきて押し目で買うっていうのもいいかもしれません。まあ、正確にはこんなに一直線に落ちてこないで、このダラダラと下がってこの辺で底を作ってくる、9月にね底を作ってくるみたいな、そういう可能性も考えて24円からまあ26円ぐらい買いたいのと、28円ぐらいでも拾っておきたいかなという感じで難品買いしようかなと私は思ってます。はい。ただね、まあ、上に抜けてくるっていう可能性にも、ちょっと少し考えとかないといけないですよね。もう一回日足に戻りますけども、まあ、今この辺です。最高値24円で今31円ぐらいで、直近のここの37円38円ぐらいっていうラインがやっぱり意識されるので、上がってきてもやっぱりここで利益確定売りが発生する可能性があります。だから、まあ、34円を直近高値超えてきたら、まあ、そこで買いたいんですけど、買って27、8円ぐらいのところでやっぱり売って一旦逃げたいかなって感じで思ってます。はい。どうですかね、このまま上げてくるっていう可能性もありますし、まあ1時間足に戻るとだんだんこうやって落ちて上がって落ちて上がってとして、安値切り下げてるんですよ、高値切り下げてるんですよね。だから、もう一回上がってきてもやっぱり高値超えられなくてストーンって落ちるっていう可能性もあるかなとは思ってます。例えば過去のチャートとか見ても分かると思うんですけど、直近高値の37円ぐらいとか上げた2020年の2月ぐらいのところのチャート、例えばこんな感じですね。まずここまで見たら、まあ、結構いい感じの上昇でしたと。でここでサポートされて上がってくるけど直近高値超えられない、上がってくるけどさらに直近高値超えられないみたいな形になって、こんな感じでなんか割と左右対称気味の下落作ってくるみたいな恐れが、まあ、あるので、直近高値34円をちゃんとリップルが超えられるかどうかっていうのが今後上昇する、かどうかの、まあ、ポイントですよね。
今こんな感じでいい感じに上がってきた後にちょっとひげを作ってね、だんだんね高値切り下げていってるので、上がるけど失速してこんな感じでダラダラと落ちてくるっていう可能性もあるので、あのガチ補正の方は、まあ例えばもう50円とかね、あの出川組、いわゆる2017年ぐらいに買った出川組の方で50円で買った、100円で買ったって人は、まあ、そのままガチをして、まあ、直近あの市場最高値の400円超えてくるまでガチをすればいいと思うんですけど、まあ、例えば、まあ、コロナショック後とかに20円台とか、まあ、下手したら14円とか、私みたいに14円ぐらいで買ったって人は1回利回り確定してもいいかもしれないですね。昨日あの私の動画のコメント欄にも、視聴者様から、リップル利益確定しましたと、で20円台で拾いたいと思いますという方がいたんですけど、ちょっと賢明かなと思います。その判断はやっぱりこの形って一旦まあ上昇トレンド終わって、どっちかというとまあ素直にこの日足を見ると落ちてきそうには見るので、一旦まあこの辺30円以上ぐらいでリグっといて、20円台でもう一回買うっていう、まあそういうスタンスでいいかなと私は思っています。はい、そんな感じで今日も仮想通貨の相場分析をしてみました。でちょっと気になるニュースが一つあって、トランプ大統領ですね、アメリカのトランプ大統領が、7日の金曜日に、大きな数字が出るっていうなんか意味深な発言をしてるんですよね。どうもその雇用統計が新しいやつが出るみたいですね、アメリカ合衆国の雇用統計で、この間の出した時は予想よりはまともだったんですけど、まあ、歴史的に考えたらまあ失業率10何パーとかっていうまあ絶望的なあの数値が出てきたんですよ。でそれがまあ良くなってるのか悪くなってるのかっていうのは分かんないんですけど、いずれにしてもまあアメリカの雇用統計っていうのは世界中の景気の指標として見られやすいので、ちょっと注目した方がいいかなと思います。雇用統計がまあ良ければ株が上がるっていう可能性があるんですよね。まあ金融市場が一旦盛り上がるって可能性がありますし、そうやってトランプ大統領がビッグマウス的に発言しているにもかかわらず、まあ大した数字が出てきてなかったら逆に期待外れで株が値落ちするって可能性があります。でそれが仮想通貨にどういう影響があるかというとちょっと分析が難しいんですけど、まあここ最近はね株が下がって仮想通貨は上がる、で金と仮想通貨が上がるっていうまあ逆相関の関係が起きているので、逆にその雇用統計が良くて株が上がりました、だから株を買うために仮想通貨が売られましたっていう可能性もあるんですよね、うん、だからちょっとそこは注目したいところなんですけど、トランプ大統領のその雇用統計の発表と仮想通貨がどういう関係になるかっていうのは難しいかなと思います。株の方はね素直にね雇用統計が良ければ買いということでいいと思うんですけど、はい、そんな感じで、今日も仮想通貨の相場分析をやってみました。はい、今日の話が役に立ったという方は、私こうして、仮想通貨の相場分析や株の個別銘柄の分析を毎日配信しておりますので、ぜひチャンネル登録と、ぜひとも動画のグッドボタンをよろしくお願いします。また動画の説明欄に私がおすすめしている仮想通貨取引所、現物であれば日本のビットバンクと、コインチェック、そして FX にも挑戦したいという方はオーバービットと、バイビットを載せてますので、ぜひ、登録してみてください。はい、最後までまた、今週から私の公式 LINE アカウントを作成しました。この動画の説明欄にあるリンクから、もしくは、ここに載せています、QR コードで、ぜひ登録してみてください。この LINE アカウントでも仮想通貨とか株とかお金に関するお得な情報があれば配信していこうと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また明日、藤丸でした。